ジュリアの腰から奪うことができるか。対するは赤コーナー選手権保持者ジュリアニューション。第0試合から数えて第11試合目、総勢55名の参加レスラー、ラストにその花道に姿を現し入場してくるのは、スターダム最強の証、赤いベルト、ワールド・オブ・スターダム選手権保持者、第15代チャンピオン、ドンナ・デルモンド美しき狂気、ジュリアです。昨年 12.29 両国大会で前王者シェリを下し、赤いベルト初対戦、ここまで続ユッキー前に防衛に成功。宿敵中野タウトのタイトルマッチ、3度目の防衛戦となります。かつて何度となくこのリング上で抗争を繰り広げて激闘を繰り広げてきた中野タウトジュリア、だが今宵の横浜アリーナの舞台、2人の間にかけるものはジュリアの腰に巻かれている赤いベルト、ワールド・オブ・スターダム、スターダム最高峰のベルト1本で十分です。